伊藤雪成は横浜 DNA ベイス,スターズに所属する三重県四日市市出身のプロ野球選手。宇藤右内。中学時代に四日市トップエースボーイズでプレー。一年先輩に東勝樹がいる。高校は日大三高に進学するも全国大会出場はなかった。大学は立正大学に進学すると2年春からレギュラーを獲得。 4年時には首相を務め、大郷雄也と共に、クリーンナップを組み、周期リーグ優勝と、神宮大会優勝の日本一に貢献した。東都大学野球一部リーグの通算成績は35試合出場、打率、274、6本塁打、18打点、3投類。2018年のドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから2位で指名。契約金7000万円。 年俸戦2 0 0万円で入団。同じ名字の選手である伊藤光が在籍しているため、スコアボード上の表記が伊藤博士、セネームが Y 伊藤となる。打撃フォーム2019年は、シーズン開始当初から2軍暮らしが続いていたが、宮崎敏郎が骨折で戦線離脱したことを受け、8月8日に1軍に初昇格した。 8月10日の対中日ドラゴンズ18回戦に5番セカンドで1軍初スタメンを果たすと6回裏にプロ初ホームランとなるソロホームラン8回裏に2打席連発となる同点にランホームランを放つ活躍を見せた最終的には21試合に出場し4本塁打オプス929と好成績を残したがっしりした体格の右打者で 広角に長打を放つパワーと技術が最大の魅力。守備面ではフィールディングやテンポに改善の余地が多い。ありがとうございます。